ローテニスファン、リコです。ハローテニスファン、佐久間です。怖い。佐久間さん、9月20日って何の日だか分かりますか？はい、そりゃもうもちろんですよね。もう海の日から2ヶ月経ったっていうね。高尾さんの誕生日ですね。はい、そうでございます。いやー、これはね、スタテニーが抱えるいくつかの大きい問題のうちの一つですよ。問題？前もちらっと話したかもしれないけど、はい、ね、小野田さんはやっぱ物欲の塊、多趣味だし、そうですね、しかし、はい、我らが高尾プロはですね、はい、ミスターテニス、テニス人でありますから、はい、まあ、これだけ長い時間一緒にいる僕でもですね、あのテニス以外の好きなものが見えてこないっていう状態があります。はい、じゃあテニス好きな人にテニスの関連するものをプレゼントします、はい、するっていうのが一般の方だと思うんですけど、はい、高尾さん、テニス関連グッズ、はい、全てスポンサーでがんじがらめでございますので、あの我々からあげられるものはですね、そうそうございませんと。ということで、あのこの間のサブチャンの方でもちらっとお話したんですけど、はい、高尾さん、私服を全然持っていないと。なんで誕生日プレゼントにちょっと私服をプレゼントしたいなと思うんですけど、どう思います？持っていないかはちょっと明かされてないけど、そう持っているかもしれないけど、まあ、おそらく持っていても使っていないという状態だよね。はい、なんでちょっと私が今回コーディネートしたいなって思って、それをプレ誕生日プレゼントで渡したいなと思って。ぜひちょっと選びたいね。はい、去年の高尾さんの誕生日、はい、大いなる反省があって、はい、やっぱりその高尾さんにプレゼントをあげたいと、うん、で迷いに迷った挙句ですね、はい、で、あの奥様にあの電話してヒアリングしたんだけど、うん、全然見えてこなくて、最終的にあのカタログギフト渡すっていう。あのなかなかやってはいけないことをしたなという。でも喜ばれてた。喜んでた。あの奥様が喜んでた。奥様。そうなんですね。じゃあもう今回は服をプレゼントしたいんですけど、その前になんか好きな色とか佐久間さんと相談してから私が買いに行きたいなと思って。ああ、なるほどね。知ってますか、高尾さんの好きな色とか。好きな色、高尾さん最近ラケットが変わって黒塗りになったんだけど、はいはい、黒いいわって言ってた。黒がやっぱいいわって言ってたのと、はい、でなんか白いラケットを、うん、あの握った時に若干、うん、俺別にねそんなことないと思うんだけど、はい、やっぱ白は僕の中でちょっと弱そうって言ってて、ティーも白いんだけどなとか思いながらちょっとなんか白はあんまりあれなんだけど、でもね、赤がね、多分あんまり、あんまりな印象かも。あの、その、あんまりっていうのは、その、高尾さん、今のラケットのモデルに、まあ、高尾さんのヒントはラケットしかないから、そう、ラケットと言ったけど、高尾さんとテニスのトークしか基本さ、そうですね、ないじゃん。靴もヒントですよね。あ、確かに。でもね、赤は履かないでしょ。確かにラケットをその前のモデルさ赤だったじゃん、はい、でなんかすごい久しぶりの赤だったらしくて、で赤はなんか正直その僕の中ではない色だったけれども、久しぶりに持ってみてすごいなんか似合ってるって声をもらって、すごい意外だったみたいな話をしてたから、赤は自分の中でないんじゃないかなっていう印象かな。まあ、小野田さんと、まあ僕とリコで3人でご飯行ったりすると、はい、まあ結構いろんな話題が出る、テニス以外の話題で、別に2人でご飯行ってもさ、はい、あんまりテニスの話しなかったりするです、ね、はい、高尾さんが場にいると、はい、その食事会なり飲み会なりオンリーテニスになる。オンリーテニスになる。で、ね、それでね、盛り上がっちゃう。もう止まんなくなっちゃう。もうテニスの話だけで。2時間ずっとテニスの話しかしなくて、なんて真面目な集団なんだっていう状態になる。車でもそうですね。そう、車でもずっとテニスの話してました。でもすごい興味深い話です、ね。そう。だテニスの話が尽きなくて、テニス以外の話題にスライドしていかないんだよね。だから、テニスウェアでいいじゃん、結果的に。そもそも高尾さんに限らずだけど、
結構正直ちょっと40半ば の、 その男性のファッションって結構難しいんじゃない、チョイスが。なんか、うん、まあ、ちょっと俺がファッションを語るのもちょっとどうかと思うけどね。佐藤さんはいつもシンプルですね。そう、シンプル、うん、自由。小野田さんザラとか言ってましたね。ね、おしゃれですよね、ザラ系男子。ザラ系男子、まあ、まあ小野田さんもシンプルだよね、まあ、そんなに、まあ、基本私服はシンプルですね。そう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 、黒の T シャツに。じゃあまあシンプル T シャツに、うん、そうね、うん、やっぱそのチョイス難しいよね。やっぱそのちょっと大人っぽさを大人っぽいみたいな感じでいくと、なんかいやいやちょっとかなりおじさんチックになっちゃうし、でかといってその大学生みたいな感じになるほど若くっていうのも年齢的だから、この40代で一番ファッションが難しい感じなのかなって。 GU でしか買い物しない私が言うのもなんですが、いや確かにでも難しいです、ね、難しいよね。でどうせならちょっと僕からリコへ の、 そのリクエストとしては、はいはい、なんかそのさ、おそらくだけど、そのちょっと、そのおしゃれな、例えばハットだとか、はいはいはい、小物的なものとか、なんかそのこういうなんか丸首じゃない T シャツとかって、そのアスリートの人ってあんまりチョイスしないように思うのよ、うんうん、はい、そういうちょっとそのなんか攻めたファッション、いや自分ではなんか高尾さんがうんうん、あ俺こういうのいつも着て好きなんだよねって言うのではない、はい、その23歳女子が選んだからこそみたいなファッションに仕立て上げてほしいなっていう、はいはい、多分俺とか選びに行っちゃうと多分、ね、そのまんま、あ僕もこういうのがよいいと思ってましたよみたいな感じに多分なってっちゃうと思うから、ちょっと攻めたやつ、はいはい、見たことない高尾さんを見てみたい、見たことない高尾さんを見てみようっていう方向でいきましょうか。わかりました。じゃあ選んできます。選んでらっしゃい。ハローテニスファン、リコです。サクマピー、サクマプロよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、はい、ちょっとお二人にクイズを出していこうかと思いまして、じゃあリコちゃん、はい、リコちゃんって久しぶりに言いましたね。いつもちゃんついてないからね。はい、ボちゃん、明日9月の日は何の日でしょう。タクアプロの誕生日です。あ、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。なんとタクアプロ、はい、46歳になられると。まあまあもうこれ止められないからね。これ分かりますね。はい、考えられないクオリティのプレーを、あの4ゲームですよ。いや、あのスタテヒのところの4ゲームだけです。はい、いやいや、サーブもボレーもご健在で、ありがとうございます。ございましたが、はい、ということで、はい、リコが主に運営するサブちゃんの方のですね、はい、タカオプロのお誕生日プレゼントを考えるという企画を、なるほど、考えてきました。うん、そう、そうなんです。そうなんですよ。はい、なので、まあね、あのタカオプロですね、はい、まあ、ちょっと大変失礼ながら、はいはい、大丈夫です。私の目から見て、はい、若干無趣味と。趣味は、じゃあ間違った。そう、間違った。趣味はテニス。そうなんですよ。仕事もテニス。そうなんですよ。そう、テニス以外の趣味がほとんどないっていうことですね。ちょっとテニス道を、はい、ひたすら突き進まれているということ で、はい、で、はい、で本来であれば趣味テニスの方にですね、はい、まあ、テニスのグッズをプレゼントするというのは非常に簡単なことなんですが、はい、タカオプロですね、はい、ほぼ全身スポンサーで固められているということ で、 で、ね、安易に何でもつけられる、着られるわけじゃないので、これ、ね、はい、使ってくださいみたいなことができませんので、はい、じゃあリコ、はい、お持ちしてください、はい、持ってきます。はい、なんだ、タカオプロおめでとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと開封していただいていいですか。いや、喜んでもらえるかな。いや、喜ぶ、ラケットじゃないと喜ばないよ。ラケットもダンロップじゃないとダメだしね。ナチュラルのゾーンとかがいっちゃう。それ相当嬉しいな。相当嬉しい。うん、え、何、あ、なんだこれ。着るもの、何だ、はい、私服をプレゼントしていただきます。いや、ありがとうございます。これ開けますね、ちょっと、はい、私服、
私服と。タカオプロの私服がイメージできなさすぎて。だって見たことないでしょ。はい、見たことないです。すっごい悩みました。はい、というのもその、はい、インスタでですね、はい、タカオプロね、先日はい、広島観光されてる時ですね、はい、これこういう感じでした。そうですね、これはちょっと派手すぎるけど黒で お城の前でテニスウェアで、はい、そうですね。いいですか、はい、ちょっとこの格好に、はい、実は全身セットがあるんで、そうですね、今回はですね、リトの全身コーディネートということでですね、はいはい、でこれはちょっとおしゃれなお店のセレクトショップで選んできました、はい、まあ、ちょっと下がね、テニスウェアなのですいません。これ中にこう白い、はい、まあ、うん、T シャツのロンティーと、はいはい、あとは普通にちょっとロンティーを着て、はい、ダボっとしたズボン、黒のパンツを合わせていただいたらいいんじゃないかと思って選んできました。いや、ありがとうございます。いつ着るのこれ。今ちょっと着てみる。着てみる。ちょっと着てみますね。はい、わかりました。それでは高尾プロの準備ができたようなのでお呼びしたいと思います。私服の高尾プロです。はい、ありがとうございます。なんかこういう番組あるよね。なんかどうですか。いや、似合ってますね。いや、よかった。どうですか、リコちゃん。ちょっと帽子と靴すいませんね。ちょっとこれもう今撮っちゃうとちょっと、はい、はい、いや、すごいお似合いです。新鮮です。良かったです、うん、サイズも大丈夫ですよ。大丈夫ですか、はい、これちゃんとこう今ね、少し折って、はい、はい、どうですか、高尾プロ。いや、もういつぶりだ私服着たの。本当に、はい、家でも。あ、いやいや、家でもっていうか、僕のテニスウェアはオールマイティなんで、はいはい、別に皆さんが思うテニスウェアとはちょっと感覚が違うんですよね。寝る時もテニスウェア、はい、でもテニスウェアの中でも寝る用を、はい、対決用を、はい、またちょっとこう違うっていう、はい、一応コーディネートは、はい、そ, その中であるので、はい、そうなんです。ですから ご家族で、はい、なんかちょっとね、はい、以前その釣りにこの日は釣りに行くんだ、はい、アイちゃんたち、杉山ファミリーと、杉山ファミリーと釣りに行くんだみたいな日あったじゃないですか、はい、あの日もテニスウェア。もちろんですよ。だから広島観光、観光じゃないですかね、広島に行った時も、はい、まあ、いわゆるリアルスタテニで大阪に行くときも、はい、池袋の、ね、居酒屋さんで偶然遭遇したときもテニスウェアでしょうね。これおかしいよ。なんか俺はおかしくはないです。僕がこれだったら確かにちょっと違和感あるかもしれない、うん、ね、オムダプロがこういう格好する、ね、オムダプロだって行き帰りでちょっとね、私服の靴とかね、はいはい、サンダルとかで来るときあるけど、はいはい、おしゃれだなって思うんですけど、はいはい、僕はなんか、いや別にいい、僕はこのテニスウェアでいいんじゃないってちょっと思っちゃうんで。いやいや、嬉しいですこれ。じゃあ次はこれで撮影でいいですか。そうですね、これで対決シリーズするといいですね。はい、これでちょっとテレビ中継のあれに出てみていいですか。出てリコちゃんに選んでもらったっていう。すごい私嬉しいですけど。じゃあこれ動画見た方はもしこの格好でいたら、はい、あ、プレゼントしてもらったものを着てるんだなということで、はい、わかりました。いや、すごく、はい、ありがとうございます。気に入っていただけたら、喫茶店では僕の私服姿はこれが初めてですね。そうですね、はい、僕も初めてです。中継とかの時の、そうですね、まあ、飛行機に乗るとか、なんかみんなで集まる時はたまに来てたかもしれない。46歳でございますが、はい、いかがしましょうか、はい、今年は。いやー、まあね、実際に引退を宣言して、ね、引退のセレモニーとかをやっていただいて、本当に生活というか、なんか先週やってきた時からこう変わってきたんですけど、やっぱその生活にも徐々にも慣れてきたし、でもやっぱりこう自分がプレーするとか、自分がやっぱりこう例えば対決シリーズやるとかっていう、そのいい刺激があることによって、やっぱこうテニスをより楽しめるので、まあこういろんなことは続けていきたいなっていうのは僕はありますね、はい、40代後半に。そうですね、はい、若いですね。いや、なんとかね、まあ、もちろんね、体ね、疲労があったりとか、どっかちょっとたまに痛くなったりってことありますけど、まあでもそれはそれでね、うまくお付き合いしながらいければいいなと思ってます、はい、ということで、はい、皆様、高尾プロの私服シリーズ、はい、続けていきたいと思います。続けていくんですね。はい、ということで、高尾プロおめでとうございました。ありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございます。